ランディ・マイヤーズはアメリカ合衆国ワシントン州バンクルバー出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。ニューヨークメッツに入団し、1985年10月6日にメジャー初登板。1986年にチームはワールドシリーズ制覇を果たすが、この年は10試合の登板にとどまる。1987年には54試合に登板し、3勝6敗。 6セーブ、防御率3.96だが、持ち前の速球で75回を投げ92三振を奪う。翌1988年に、メッツは、ワールドシリーズ制覇時のリリーフエース、ジェシー・オロスコをロサンゼルス・ドジャースに放出し、マイヤーズをクローザーとして起用。期待に応えて26セーブを挙げ、チームの地区優勝に貢献。 翌1989年も24セーブを挙げるが、この年のオフにシンシナティレッツのクローザー、ジョン・フランコとの交換トレードで移籍。レッツ移籍初年度の1990年には、ロブ・ディブル、ノーム・チャールトンと共に、速球派の救援投手取りを、ナスティ・ボーイズを形成。クローザーとして31セーブを挙げ、チームの地区優勝に貢献。オールスターにも初出場を果たした。 ピッツバーグパイレーツとのナリーグチャンピオンシップシリーズでは2セーブを挙げ、デーブルと共に MVP に選ばれる。オークランドアスレチックスとのワールドシリーズでは最終戦となった第4戦にセーブを記録し、ワールドチャンピオンに貢献した。1991年はクローザーをディブルに譲り、先発に転向したが失敗。6勝13敗6セーブに終わり、 翌1992年にはサンディエゴパドレスに移籍。再びクローザーとして起用され38セーブを挙げる。1993年にはシカゴカブスに移籍して53セーブを挙げ、ナリーグの年間セーブ記録及びメジャーのサワン投手の年間セーブ記録を更新した。1994年と1995年には2年連続して オールスター出場。1995年には38セーブを挙げ2度目の最多セーブに輝く。1996年には5球団目で初のアリーグとなるボルチモアオリオールズに移籍。この年は31セーブ。翌1997年はリーグ最多の45セーブを挙げオールスター出場。1九9八年にはトロントブルージェイズに移籍し、 この年も28セーブを記録するが、シーズン途中でパドレスに移籍。移籍後はトレバー・ホフマンがいることもあって、中継ぎとしての起用となったが、結果的にこの年が最後となった。パドレスと1999年から2年の大型契約を結ぶが、肩を故障。1999年に回善研板手術を受けたが復帰できず、2000年限りで解雇された。 2000年の年俸は約700万ドルでパドレスと保険会社の紛争は法廷にまで及んだ。ありがとうございます。